皆さんこんにちは、将棋部佐藤です。今日は3月26日ですね。で、将棋日記ボル8ということでお送りしたいと思います。前まではですね、宇都宮に帰って棋王戦をまあのんびり見てきたんですけども、東京の方に戻って、久しぶりの将棋日記となります。ちょっと宇都宮でですね、棋王戦第4局の時にですね、打ってた扇子を買ってきました。佐藤天彦先生の、王道って書いてある扇子ですね。ちょっと、僕は天彦さんのファンなので、こんな売ってるんだと思って、しかも結構安く買えたもんですから、ちょっと買ってしまいました。今日はね、今日は将棋交流会ボル17があるんですけども、持ってって使ってみようと思います。ではですね、今日はそんな自慢をしたかったのもあるんですけども、今日ちょっと最近ですね、僕の方で将棋やってるのがですね、極端に時間の短い将棋をやってます。某将棋アプリを使ってですね、3分切れ負けと10秒将棋っていうのがあるんですね。3分切れ負けっていうのは、持ち時間がお互いに3分ずつで、それがなくなったらもう負けっていうゲームなんですね。で、10秒将棋っていうのは、1手10秒、その1手に対して相手が指したから自分が指すまでに10秒、マックス10秒までしか考えられない。ただ別に3分でいきなり負けとかってんじゃなくて、必ず終盤になっても1手10秒は確保されている、そんなようなゲームなんですね。で、僕はですね、極端に時間の短い将棋っていうのはすごい苦手なんですね。結構時間があると いくらでも考えたいようなタイプなんで、割とアプリとかでもですね、実際の対局とかでも、1手1分ぐらいは考えたいんですね。で、そういう人がですね、3分将棋とか10秒将棋とかやると結構負けるんですね、やっぱり。そこそこ指せるつもりではいたんですけども、しかもまだ僕ほとんど3分将棋とか10秒将棋やったことなかったんで、30球とかって書いてあるところからスタートだったんですけども、それでもいっぱい負けるわけですよね。で、改めて思ったのが、自分の考え方変えなきゃダメだなというふうに思いました。結構長い時間の持ち時間、1手1分ぐらいあるような将棋だと、ある程度考えて、いくつか候補があって、その中でいいのを選ぶっていうふうな考え方になるんですけども、3分将棋やったりとか10秒将棋にその考え方を使おうと思うと、やっぱりどうしても時間が足りなくなって、時間切れ負けみたいなのが多いんですね。で、その3分将棋10秒将棋でも得られるものっていうのはもちろんたくさんあるわけですね。例えばこうパッとひらめいた手を指して、その直感力がつくようになったりとか、あるいはその、いくつか見える手の瞬時に見える手の幅っていうのが広がるわけですよね。一手一手をこう深く掘り下げてやるんじゃなくて、これとこれとこれがある、なんとなくこれにしようみたいな、そういうふうな直感的な部分が結構つくわけですよね。で、その3分将棋10秒将棋、そういうルールの中に自分が行った場合は、そのルールがもうこれをしなかったらこうなってしまったら負けっていうふうに、すごい強いルールですから、本当はそっちに自分を合わせなきゃいけないんですけども、ちょっとまだまだ、自分の適応能力がなくてですね、持ち時間のたくさんある将棋の感覚のままやってしまっているわけですよね。で、苦手だなと思って敬遠するのもいいんですけども、やっぱそういうふうなルールがあったら、そのルールを第一に考えて、その中で自分の力をどうやって出そうかなというふうにシフトするのがいいのかなと思います。やっぱりね、僕の中では3分将棋だったり10秒将棋っていうのは、その、勝ち負け半分どうでもいいみたいな感じで、途中までの定石の部分を確認するのに使ったりとか、あとは終盤のなんとなくこれいけそうだなって思った手の成否を見るような、そんな風なつもりで考えたんですけども、なんか指してみると考えすぎてしまって、時間が足りなくて負けてしまう、そんなことがあったんですね。で、もし本当に勝ち負けにこだわってやりたいんだったら、僕の場合は3分将棋10秒将棋やるべきじゃないし、やってもあまり意味がない、結構負けてしまってショックが大きいので、やる意味がないと思うんですよね。で、ただそのやる以上はしっかりルールにのっとってやるというのが大事だと思うんですね。なんかこう当たり前のことなんですけども、改めてこう感じたことで、またこうお伝えすることで自分の中で話していくうちに、やっぱそうだよなっていうふうに思う部分があるので、ぜひね、あなたも、3分将棋、10秒将棋、持ち時間の長い将棋、結構いろいろ性質が違ってきて面白いと思います。勝ち負けにこだわるかどうかは、あなた次第なんですけども、僕の場合はこだわらないので、とりあえずやってみて、勝ち負けよりもその
やりたいことができているかどうかを確認する。まあ、そんなふうなね、あなたも何かその自分の目標というか、これを何のためにやるんだろうっていうのを定めて、そういうふうないろんな持ち時間の将棋をやってみるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はちょっと久しぶりの動画ということもあって熱が入りましたけども、いかがでしたでしょうか。今日はね、これから、将棋交流会ボール17ということで、まあ、支度して、させていくわけですけども、まあ、今回もね、今回以降も、来ていただいている方に、楽しめるような会をしていきたいと思っております。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。